ボルピーノ・イタリアーノは、イタリア原産の愛玩用犬種である。単にボルピーノと呼ばれることもあり、ボル、ピーノ、ボルピーノなどと表記されることもある。別名は、イタリアン・スピッツ、フロレンタイン・スピッツ、フロレンタイン・ボルピーノ、カネディ・クーイリナーレ、クーイリナーレ・ドッグと非常に多い。別名の多さは、かつて広く飼育されていたことを物語っている。ボルピーノの名は、イタリア語で、 小さな狐を意味する言葉に由来していると言われている。起源ははっきりとわかっていないがとても古くから存在する犬種で古代ローマ時代から愛岩犬として飼育されていた。一番の最盛期はルネサンス期でイタリアの貴婦人に好んで愛玩されていた。そこでは手厚い待遇を受け、造毛や宝石のたくさんついた金の首輪やブレスレットをつけられ、 最高級の肉をベースとした料理を与えられていた。人気は19世紀頃まで続いたが、後にドイツから輸入された本種と同系統の原種、ジャーマンスピッツが人気を博すようになるとその人気は徐々に奪われていった。さらにジャーマンスピッツが最高が高されて、ポメラニアンが誕生すると完全に取って代わられ、対抗できなくなり、絶滅寸前になってしまった。現在は、 犬種クラブも存在し、フシーにも公認犬種として登録されているが、いまだに希少な存在で、イタリア国内であっても飼育頭数は非常に少ない。ちなみに、本種と同じような生存状況下にある日本原産犬種は日本スピッツなどが挙げられる。それと、ボルピーノは原産国内でもあまりピックアップされることがなく、隠れた名犬種として細々と生存している。 スピッチタイプの犬種で、狐のような、尖って細いマズルを持つが、目は丸くて大きい。目鼻は黒々としている。やや細身で、足は短めである。コートは柔らかくたっぷりした、ロングコートで、縦髪も、厚く長い。毛色は、ピュアホワイトかホワイトが好まれた数派だが、ホーン、ブラック、セーブルの犬も、稀にいる。耳は立ち耳、尾は、ふさふさした巻きを。 体高27から30センチメートル、体重4から5キログラムの小型犬で、性格は明るく活発で遊ぶことが大好きである。有効的で子供に対しても寛容で、他の犬とも仲良くすることができる。運動量は少なめだが、人や犬と接することが大好きなので交流させる、機会が必要である。ありがとうございます。